ではここで、簡単ではございますが、本日の、ゲストの琴勇輝関の、プロフィールについて申し上げます。親方は平成3年の、4月2日のお生まれです。でご出身は香川県小豆島町佐渡ヶ嶽部屋のご所属です。平成20年の3月場所に初土俵を生まれまして、現在の成績は480勝430敗70の休場となっております。で殊勲賞を1回獲得されております。最高位は関脇です。で惜しまれつつも昨年令和3年5月場所の限りに引退をなさいました。はい、それでは両親方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日、進行させていただきます、元勢いの桂山です。よろしくお願いいたします。まあ、会社はねちょっと真面目な感じでいきたいと思いますね。じゃあ早速、親方、はい、もう親方と呼ばれることはもうどうですか。慣れましたか。まあ慣れたんですかね。まあ慣れたんでしょうね、うん、なんとなくですけど、まあ、断髪もさせてもらいましたんで、うん、まあ、ようやくちょっと慣れてきたかなと。そうですよね。やっぱりどうですか、断髪後といいますか、曲げをとの別れといいますか。いや、そのね、やっぱりずっと体の一部みたいなもんでしたから、うん、ね、切った時は寒しかったですけど、今はもう単純に寒いですよね、頭が。やっぱりそうですか。寒い。あ、どれぐらいこれと言いますと。でと言いますととかないけど、そういうのないけど。ないですね。めちゃくちゃ寒いですよ。あ、寒い。まあどうですか、やっぱりこう軽くなったとかという実感は。いや、だってないですからね。ね、一番軽いですよね。軽い。全くないですもんね。全くないからね。はい、じゃあ、続いていきますね。スーツはどうですか。ああ、でもスーツはやっぱり今まで着たことなかったんで、なんか確かに窮屈ですよね、肩周りとか。でもだいぶ痩せはりましたよね。わかります、皆さん。ちょっと痩せたの。実は50キロぐらい落ちてるんですけど、なんか いつもね、売店とかちょっと顔出しするとお客様からは、あれそんな痩せてるみたいなって言われるんですけどね。まあ痩せてますよね。50キロも痩せましたか。痩せました、痩せました。どういうふうに痩せたんですか。いや、もう食事の制限と、はい、あとはもうウォーキング。まあ、ね、ウォーキングは何分ぐらいって言いますか、どれぐらい。でも1回歩いたら3時間ぐらいは歩いてますね。あ、まあ、距離にして何キロぐらい。1キロぐらいかな。ですってお客様です。3時間でね、1キロって。まあね、さすがでございますね。そういう冗談でございます。もうちょっと歩いてます。誰もが知っております。誰もが知っております。まあ、なんでこういう髪型にしようと思って。もう決めてたんですか。いや、もうだから、うん、いや実はちょんまげね、皆さんまだ春日山の方はちょんまげついてますけど、この状態の時はそうでもないんですけど、こう洗うとすごく長いんですよ。なんかこう肩より下ぐらいまで髪の毛があって、やっぱりこう洗う大変さがもうずっと何年もありましたから、まあ、一回ちょっとさっぱりしたいなっていうのはあって丸めてみたんですけど、ちょっとえらい気に入ってしまいまして、すごい楽なんでね。どうですか、周りからの反応って言いますか。いやいや、だから現役の時はよくね、あーって言って見られたんですけど、なんか剃った途端に目そこで反らされるみたいな。まあ、そんな風に見えてるのか。いやいや、ね、ちょっとなんかやっぱりね、雰囲気どうですか。怖そうですよ ね、 ね。そんなことないでしょ、ね、どうですか。そんなことないですよね。ありがとうございます。あ、よかった、よかった。それをね、そんなことあるって言われたらどうしよう。そんなことあると思ってるかもしれませんけども。じゃあ続いての質問にいたしてもらいます。はい、相撲に、興味を持ったきっかけは。もともと僕は小学校から相撲してますんで、大相撲に入って関取になることがもう小さい時からの夢でしたから、まあその夢がね、まあ一応は叶ったという形になりますかね。何歳から相撲を始めて。小学校3年生から相撲だけでやってきたんで。あ、はい、相撲が盛んというか、やっぱり有名な。いや、だったんですか。むしろ盛んではなかったんで、早く入門しないとこのままでは遅れを取るかなっていうのを感じて、高校の時に中退して入門した形だったんで、まあどこまで通用するのかなみたいなところはありましたけどね。ああ、そうですか。めっちゃ他人事や。今日は。まあ、そうですか。拾ってくれるんちゃう。
いやいやね、ちゃんとね、皆さんね、ちゃんと本当に、まね、そういう真面目なことを聞きたいでしょうか。まあ、続きまして、はい、大相撲の世界に 入ろうと決めたのはいつ頃ですか。まあ、相撲を始めた時に、地元に巡業が来まして、でその時に当時 あの関取の方々にちびっこ相撲で僕稽古をつけていただいたのがありまして、うん、まあ、そこでやっぱりせっかくやるならね、こういう、ね、華やかな世界で戦っている人たち憧れるなみたいなところありましたけどね。あ、そうですか。はい、なんとか言うてもらっていいですか。やっぱり質問はね、あ、まあ、時間もね、だいぶ、ね、数があるんでね、はい、佐渡ヶ嶽部屋にね、入門した決めたのはなぜですかね。佐渡ヶ嶽部屋は実は一番最後にスカウトいただいた部屋だったんですけど、まあ、ピンとくるものがある部屋に入門しようという直感を思ってたんですけど、まあ、いろんな親方からいろんなお言葉いただいたんですけど、佐渡ヶ嶽親方だけが入門してきたら一緒に頑張ろうねっていう言葉をかけてくださって、あ、そういうこと、そこで温かい言葉をね、春日の親方みたいになんか他人行儀な感じで喋る人もいるんですけど、佐渡ヶ嶽親方はすごい親身になってくださったんで、うん、そこがやっぱり決め手でしたかね。何部屋ぐらい来たんですか、スカウトといいますか。まあ、ぶっちゃけ言うと7部屋ぐらい来てましたね。僕と一緒ぐらいでしたね。いや、それは知らんけど知らんけどな、はい、知らんけど知らんけど出ましたね。部屋の雰囲気はどうですか。あ、佐渡ヶ嶽部屋は、ね、明るい部屋なんで、うん、結構なんか個性あるタイプが集まってる感じしますけどね。うん、親方で今何人いるんですか。親方は、佐渡ヶ嶽部屋は師匠を含めて今5人、6人かな。6人で、関取が、関取は、4人、今回新十両が1人増えたんで、琴優勝が、ああそうですね、頑張ってますよね。それ含めて4人ですね。全体で、全体は今ちょっともう数減りましたけど20人弱ぐらいですかね。うん、あ、そうなんですね。一番盛り上がったのが50人ぐらいでしょうね。まあ、なんか多かったですよね。誰か分かんなかったですよ、歴史がほとんど朝起きて名前が、名前が、うん、下の名前とかも覚えるの大変やったんじゃないですか。下まで覚えないでしょ、いちいち。うん、まあ覚えますよね。すいませんね、なんかもう ね、はい。入門時の目標は、まあ、目標はもちろん関取でしたけど、まあ、関取に上がってからの方がなんか目標って大きかったかなっていう、もしかしたらいけるかもしれないみたいな、うん、届くところまで行きたいなっていうのはね、うん、常に思ってましたけどね。わかりました。じゃあ次いきますね。仲のいい力士は誰ですか。いや、正直誰なんですかね、仲のいい力士って。あれ、そうですか。いや、あんまりそういう仲のいいこう、ね、力士を作らないタイプでしたよね。そうですね。でもまあ少数派なんで、僕結構少数派なんで、あ、だけど今場所再十両しました、8年半ぶりに再十両しました千代嵐なんかは、あ、仲いいですよね。ワンパク相撲から一緒なんで、小学生の時からライバルで仲いいですね。まあ、あと一応は、まあ、春日山方みたいな感じになるんですかね。漢字ってどういうことですか。ちょっとなんかね、一応ね、一応これ一応感とね、ね、まあ嘘でも嬉しいですね。好きな、いいですか、好きなちゃんことかありますか。僕ね、部屋の、いや、これ言っちゃいけないかもしれない、僕あんまちゃんこ好きじゃないんですよ。ひどい話ですけど。ひどいですね。いや、だってもうずっと食べてるでしょ、うん、どうですか、鍋好きですか。まあ、もう好き。あ、もう3日鍋が食べれなかったらちょっと恋しくなるもんね。ああ、そうですか。今度は次行きましょうか。どうですか、逆に。まあもう普通に喋った方がいいかもね。いやいや、そうなんですよ。なんかこうこれを読むと、その通りだっておかしくなってるんですよ。そう、でもまあ聞いてくれということなので、皆さんもね、知りたいんじゃないですか。逆になんか質問もらった方がいい。そろそろ行きますか。質問コーナーもあるんですけど、ね、はい、質問ございましたら、質問通り行くより、なんかはい、って言われても、って言われてもね、ないんですよ ね。意外とそんな感じ、ね、意外とね、そんな感じなんですよ。わかりますよ、その。はい、どうぞ。マクドナルドのバーガー、ハンバーガーが好きだったけど、なんかね、クズトゥルギさんのあれ見たんですけど、まだ食べてるんですか。いや、そうなんですよ、僕マクドナルドめちゃくちゃ好きで、まあ、一番食べてた時は正直バーガー15個とか20個ぐらい食べた時もあったんですけど、やっぱりね、さすがに引退しましたんで、ちょっと絞るのにマクドナルドって衝撃的に体重増えるんで、ちょっと控えてますけど、たまに頑張ってるご褒美に食べたりはしますかね。まあ、それでもちょっとね、数は減らしてますけどね、だいぶ。何バーガーですか。
僕でダブルチーズバーガーが好きなんですよ。一番好きなんですよ。幼稚園から好きなんですよ。本当にいいですね。めちゃくちゃ好き。美味しくないですか？美味しいですね。僕も照り焼きですからね。ああそうですか。はい。続いての質問が何でもいいですよ。あの相撲以外でもいいです。プライベートでも。あ、いらっしゃいました。いらっしゃいました。どうぞ。なんかまだお若くて親方になられたんですけど、たまに土俵とかを見ていて、なんかまだやれたかもとかって思ったりしちゃったり、やめなければよかったかなって思う時とかってありますか？それこの間同じような質問誰かからもなんか聞いたんですけど、もう正直全然ないですね。なんかもう燃え尽きたというか、もう自分の出せる精一杯の力はもうそこに込めれたので、もう後悔も未練も一切ないですし、まあ自分のいけるところまではいけたなっていう達成感の方がまあありますかね。逆に、まあ、いい質問ありがとうございます。はい、続いてご質問のある方、あれどうぞ。分かりやすくて、本当に聞いていてですね、気持ちがいい解説だったんですけどね。そういったお話されたりとか、そういうことは昔からお得意だったんですか？いや、ありがとうございます。なんか得意というか、もともと私は人と話したりとか何かを講演したりするのはすごく好きなタイプなんですけど、まあどちらかというと現役に近いと言いますか、辞めたばかりなんで対戦の経験もありますし、まあ、喋りやすいっていう部分もあるんですけども、なんか今でもそれ言っていただけるのが一番嬉しいかもしれないです。なんかそれね、解説ってすごいなんか難しいって聞いてたんですけど、僕はまあ見たままを喋るだけなんでそんなにあんま難しいって思ってなくて、正直それを言っていただけると嬉しいですね。励みになります。なんかまたちょっと NHK さん呼んでもらいたいと聞いてないかな。NHK の方今日はねいらっしゃらないの、ね、そうです ね、 ね聞いてるんじゃないですか、ね、どこで ね NHK さんが後ろ誰もいないですね。ここははい、他はございませんか？何でもいいですよ。あ、はい、どうぞ。親方になられてから新しく始めたことを何かありますか？新しく始めたこと、そうですね、なんだろうな、あ、言うならば、今までやっぱ現役やってきまして、まあ、ちょっと子供と接する機会がなかなかちょっと取れなかったので、まあ、最近こう時間ができたらちょっと公園に一緒に遊びに行ったりとか、現役の時ちょっとできなかったことをやりたいなと思って、まあ、家族の時間をすごく取るようになりましたね。うち娘がもう2歳になって、で、息子もまだ0歳ですけど、なんかね、子供の成長を見るのが今は一番楽しみなんで、はい、そういうことが増えました。ありがとうございます。子供は2人ですか？2人ですね、はい、もう一人ぐらいは考えてるんですか？まあね、考えてるというか、でもそればっかりはね、うん、分かんないですけど、いや欲しいとか、まあまあそうですね、まあ、にぎやかな分には いいかもしれないですけど、ね、いいですね。どうですか、はい、親の考えですか？いや僕はまだまだね独り身ですから。いやそれはもうね今日は言いませんけども、はい。はい、続きまして、僕の話はいいんですよ。今日はね、控えめですから、MC ですから、あんまり目立っちゃダメなんですよ。ちょっと聞きたいな、みたいな。いや、もう今日はもうね、君ヶ浜親方がメインですから、僕はもうね、これを。なんか残ってたら、その中でもいいですよ、上がってなかったら。そうですね、じゃあ次いきますよ。師匠の教えで印象に残ってることとは？ああでもどうですか、師匠の教えでってどうだろうな、まあ今ねそうちょっと難しい時代になってきましたけど、やっぱり怪我は稽古で治せって師匠からずっと言われ続けてきて、土俵でね治せってことですよね、うん、だから怪我したからってこう下向いてないでこうやりながら治していってうまく付き合っていけっていう言葉をもらった時は、まあそうだ、本当その通りだなと思ってね、僕も膝を大怪我しましたけども、そこからやっぱり奮起になる言葉だったかもしれないですね。うん、そうですよね、やっぱちょっと我々のね時代と違いますよね、今とね、ちょっとね、なんか指導の仕方って難しくなってきてますね。難しいですよね。
ね、たくさん怪我しましたもん ね、 そうね我々ね、それなりにそんなにしてんのかな。今回、このような、ね、横綱白鵬関の展覧会を開催していますけども、白鵬関とは横綱とはどのような存在でしたか、親方の中で。いやまあね、やっぱり誰もたどり着けない記録立ち上げてますし ね、 ですよね。まあいつかちょっとなんていうんですかね、土つけたいなとかいう気持ちで頑張ってましたけど、やっぱり届かなかったですね。強かった、やっぱり一度も、うん、何度か対戦させてもらいましたけど、やっぱりね、対戦は何度ぐらい、3回ぐらい多分対戦させてもらってるんですけど、なかなかねこう難しかったですね、強かったです、まあ、自分の相撲の特徴とかですね、自信があったところとかはいかがですか。まあ相撲の、ね、ご存知の方も多いと思いますけど、私は突き押しなんで、まあ、回しを取る相撲ではなかったですから、そうですね、そこら辺でも、ね、やっぱり意外と難しいんですよ、この突き押しって。やっぱりこう皆さん認識してるだけに、力士もやっぱり突き押しだと認識してるわけなんで、対策が取られやすいんですけども、相手が突き押しだって分かってても押されるよっていうところにたどり着かなきゃいけないところが、やっぱりちょっと2つぐらいステージ上のことを考えないと難しいことなんで、ちょっとね正直難しかったですよ、押し相撲は意外に、なるほど、そうですよね、こう来るっていう分かってるますもんね、相手はね。そうですよね、そのそれからですもんね。そうね、そこからなんで難しい。そうですよね、はい。苦手だった、取りづらかった力士。僕やっぱ小さい力士苦手だったかもしれないですね、今で言うと炎鵬とか石浦とか、ああいうなんか ちっちゃいちょろちょろっとする力士苦手だったっす、ね、ですね。大きい方が良かったです、突きやすかったんで。的が大きいとかそうそうそういうのもあるんですかね。ありますね、やっぱり突きやすかったですね。思い出の一番を教えてください。思い出の一番やっぱりあの春馬富士関に勝った時の あの一番ですかね。そうですね、ありましたね、はい、これ流れるんですかね、映像で。あ、映像あるんですか。大丈夫ですか。懐かしいですね。懐かしいですね。怪我してからのね、やっぱり一番だったんでね、それからやっぱりまさか復活できるともね、怪我した時は思ってませんでしたしね。じわじわ来ますよね、勝った後っていうのはね。まあこれが私は結局初めての金星で、最初で最後の金星になりましたから、やっぱり特別な一番やったかもしれないですね。いやもう一度ありがとうございます。いやね、ついこの間な感じしますけどね、これで見ると ね、 ねなんか見てたら本当そんな感じますよ ね、 ねまだ取れそうですけど、やっぱりちょっとまだ大きいですね、全然違いますね、体型ね。やっぱりそうですよね、映像見たらね、映像見たらね、そんな感じですよね。もうパンパンでしたけどねパンパンってパンパンな体を張ってましたけど確かにね、まあ、今後ですね、どんな親方になりたいですか。まあ一番はやっぱり現役の力士の本当に気持ちに寄り添う、そういうやっぱり親方を目指していきたいですし、はい、まあ怪我もしましたから、まあね、やっぱり怪我を抱えている力士も多いので、まあ、一つ一つその悩みに寄り添っていけるようなね、やっぱり力士ファーストな指導をしていきたいなとは思ってますけども、はい、ズバリ相撲とは。まあ
自分の人生そのものですからね、うん、相撲しかしてきてないので、うん、まあ、もしね相撲をしていなかったらこうやってたくさんの方に出会うこともありませんでしたし、うん、まあ、小さい時からそれが夢で、ね、やってきてたんですけど、まあ、そのいつの間にかこう応援してくださる方と一緒に、まあ、追いかける大きい夢に変わっていって、まあ、それを、まあ、いい時も悪い時もこう皆さんと一緒に見れたことがやっぱり一番の自分にとって財産なので、まあ、そういうねこれからはまあ指導者になりましたから、そういう力士がまたうちの部屋からね育つようにまた指導していきたいなという気持ちですかね。なるほどね、人生そのものね。今場所の見どころを教えてください。いや、まあ今場所はやっぱりね幕内で言うんであれば横綱を誰が倒すのかっていうところ一つのポイントになってきてますよね。まあ、途中で、ね、やっぱりこう危ない相撲が何番かあってもやっぱり横綱の強さみたいなところがねここ前半戦見れましたから、ここから誰が横綱に土をつけていけるかっていうのはまず一つのポイントだと思いますね。うん、それでは親方から、皆さんに一言お願いいたします。はい、そうですね、まず長い間、現役応援していただきましてありがとうございました。またこのコロナ禍ですけども、こうやって今日はご来場いただきましてありがとうございます。現役の力士も、またそして我々裏方も、一つの土俵が盛大にこう盛り上がっていけるようにまたしっかり感染対策もしながら、やってまいりますので、また大相撲をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ちょっと時間早いですけども、なんかあるんじゃないですか。喋りましょうか。なんか喋りましょう。なんかね、やっと一通り大丈夫なんですか。一通りこれでね、大丈夫なので、こっからはどうします。フリートークでもしますなんか。の方がいいですよね。どうですか。フリートークの方がいいです。フリートークします。なんかまあね、そうだね。その方が喋りやすいし僕もね。いやいや、これね、いや実はもうちょっと皆さんお集まりいただく、まあ2時間ぐらい前からちょっと我々ね、うん、先にちょっと打ち合わせさせてもらったんですけど。いやちょっとこんな風に行くわってガサマガとおっしゃってたんですけど、もうなんか出番前ぐらいになってきたら、あらちょっと緊張してきた。いやいや緊張してきた。緊張じゃないですよ。やっぱりね皆さん真剣にね、やっぱいやでも水浜親方これ忘れましたからね。いやいや僕言ったんですよ、もらいますとくれなかったんでね。まあいいじゃないですかそんなね。いやでもね硬い話は皆さんも現役の時からちょっと年齢も違うんですけど、春日山岡田とはちょっと仲良くさせてもらってまして、まあ、僕はねそこまでそう思ってないし。じゃあなんでこのペアなんて。いやなんか今日昨日の夜電話かかってきてですね。違います違います、今日は琴幸関のトークショーって予定だったんですけど、春日山岡田がよかったら一緒にやろうよって言ってるんで、親方どうですかって僕連絡受けたから、ああそうなんですか、そんなこと言ってましたかね。いや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 、あれ僕聞いてませんでしたけど。本当に好きなんですよこの人僕のこと。それでって言いながら喜んでるでしょ。違う違う違う、ちょっと癖になってるでしょ。僕いないとだって毎日電話来るじゃないですか。今日どこおんのとか。いやいや今お互い様ですよ。今日昼食べようとかね。仕事の間何してる。今日ちょっと食堂行かへんとか。っていや来ますよ毎日。ちょっとよそ行くと。何してんすかと。いや、ね、やっぱり仕事もあるからね、やっぱり LINE とかしてるとちょっと見れないとかあるんですよ。なんかずっとブーブーポケットで言ってんなって警備中に何やろうと終わってからパッて見たらもうどこのスタンプが山ほど来る。いや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 、これいやそれどこすごいですからね、君ヶ浜親方のスタンプの量。いや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 本当に勇気勇気勝気勇気っていうスタンプを作ってるんですよ、オリジナルで。もうしつこい、これもうね本当に80ぐらい来るよね。いやいや、あのスタンプで申請降りるの大変やったんですから、なかなか降りなかったんですから、クリエイターズから。ああれわざわざ作ったんですか。あれそうですよ、あれ全然あのスタンプでしょ。そう例のそう似てないでしょ。あれだから公式スタンプで販売するわけじゃないから、うん、その自分が使いたいから作るでしょ、うん、そアプリでクリエイターズってあるんですよ、スタンプ作る。でそこで申請出して通ったら自分でスタンプ使える。それ名前もともとあるやつじゃないんだね。あの違う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 、作ったんだわざわざ。そうですそうです、
作って、そんな風には見えなかったですよね。作ってなんかちょっと そんなにそんなものだとは思いませんでした。失礼しました。出来がいいってことでしょ。いやいや、なんかえっていう感じで出たよ。出来、これ出来いいかなと。いや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 、もうね、何でも言ってください。僕に紹介しますから、いくらでも何もでもやりますって。作りますから、僕が書いてもいいぐらいですからね。いやいやいや、似顔絵を またすぐ高須先生呼ぶとか言うでしょ。いやもうそういうね、そういう誰、名前出したらダメですよ、すぐに。そういうそういうね、あの人の名前を出したらダメですよ。いやいや、もうみんなイエスイエスは知ってますもんね。ね、勢い的ね。いやいやいや、それはね、ノーです。今日はノーです。ノーありました。ノーです。ノーありました。ノーノーです。いやでもね、まあでもね、あの仲良くねしてますよね、我々ね。まあ長いですからね。いや、あの入門は全然ね、春日山親方の方が早いんですけど、実は僕の方が関取になるのが早くて、で、あと追って関取になってきて、で、引退も僕の方がちょっと早かったんで、まあ、全体的に言うとまあ先輩みたいなもんなんですけど、まあまあね、可愛い後輩なんでね。なんかね、今までのね、真面目なあれが今のでちょっとだいぶ引いてるんで。いやいや、まあ、こういう男ですからね。柔らかくいこうって言いましたよ。柔らかくいこうって言いましたよ。確かに。まあ、仲良くね。でも、最初はね、やっぱりね、あの今やから言いますけど、名前来てないや、こいつと。こいつだけはもう一番俺、あの自分が苦手な人間だなっていうふうに思ってましたけどね。だから中身を見たら好きになったでしょ。好きじゃないんですよね。何それ。あのね、魂なんか似てますよね、その生き様ね、生き様。何事もやっぱ一生懸命。いやまあね、そういう遊びも一生懸命ね、趣味も一生懸命みたいな、食べるのも一生懸命みたいなね。いやだから今ってやっぱりそういうところがね、なんかこうね、相撲だけに限らずですけど、こう正しいことを正しいって言うのがなんかちょっとね、言いづらくなってるっていうか、難しいね、なんか時代になってんのかなと思うんですけど、まあ春日ママだなんか本当にイエスかノーかはっきりしろよっていうタイプの人なんで。ああ、そういうこと。だからもう好きですね。だから100か0かなんですよね。0か100か0か100か、まあ、僕の場合は100か0かなんですよ。かなり話すんですよ、100か0か、はい。まあ、そこそんな伸ばさんでもね、いいと思う。でもそういうとこ好きかもしれないですね。やっぱりどっちかです。白黒をはっきりするね、うん、あの世界で生きてきたんで、うん、これあの今日僕白なんで黒のね、ちょうどマスクをいい塩梅でやってますよ、ね、あれってね、白か黒かで、ええ、白か黒かでよかったさ、黒つけてきて、うん、まだ引っ張れますその話もう味なくなってます。味なくなってきましたその話で。ね、でも良かったですよね。まあね、なんかこうあれよあれよでね、こういう感じで来ましたけど ね。でもまあどうですかね、さっきあの現役あれやったらっておっしゃいましたけどね、もっぺんぐらい対戦できても良かったですよね。なかなかねやりたいですよね。できなかったです。できるでしょうね。いやけどもまあ怪我とかやっぱこればっかりはね、体のあってのものなんでね、あってのものなので。でも胸は出してるんでしょ。まあしまいて稽古場来てやってるんでしょ。いやいや、もう下の子たちですよ。結構その序の口とか序の口、そんなもう幕下ぐらいだともう出せないですよ。ああそう。やっぱり不思議なもんで、ちょっと土俵離れるともう無理ですよね。感覚いけますもん。いやもうずっと引退してずっと回し巻いてますね。まあ変わってないですよね、まだね、体ね、巻いてるし胸出してるし、幕下も転がしてますよ。ちょっと錦木とね、ちょっとポンと取りたいなと思ってね、久しぶりに。え、もうやってないでしょ。やってないです、はい、ちょっとね、やってみたいなと思うけどね、まだボルト入ってるからね。あ、そうですよね。最後ね、怪我されましたもんね。怪我して指がね、指ね、もうここまで曲がるようになったんですけどね。まだ入ってるんでしょ。まだ入ってる。それを抜く手術もう一回するんですか。もう一回するんです、この春先にね。そういうことなんですよ、力士ってやっぱりなんか結局辞めたからもうおしまいじゃなくてね、あの現役の時に抱えてた怪我のケアとかも結局やっていくんで、うん、だから僕なんかでもちょっともうちょっとしたら人工関節にしますかみたいな、膝をっていう話も出てるんでね、うん、でもまあね、手術するとなったらまた大掛かりですからね、うん、どうするんですか、その後は。もうしないで。いやいや、結局だから多分しばらくしたらまた動かなくなってくると思うんですよ。その時来たら考えましょうかっていう感じですけど、ね、人工関節、うん、もう大掛かりなんでしょ。ぐちゃぐちゃですもん、だって膝の中とかもう見れないですよ、 MRI とか CT とか。あ、えらいことになってて。いやいや、だからね、そこまでやってきましたもんね、うん、
我々僕も法科試験がもう一生もんですからね。そうですよね、治らない怪我ですからね。でもまあね、それをかけてでもやっぱりやってきてよかったなと思いません？うん、よかった、ね、うん、なんかいいね、あの景色見れたし、うん、ね、こんなことでもないとね、たくさんの人に応援してもらうことなんかないですもんね、うん、そうですそうです、ありがたかったですよね、うん、ありがたかったですね、うん、あと10分あります。皆さん本当に何か逆にね、君が不満悪かったらこういう機会ですからね、なんか聞いていただいた方がいいんじゃないですか。何かあります？何でも、何でも。全然。ああ、はい、はい、はい。それ以外の好きなものとか、僕実はもう根っからの格闘技好きで、相撲に限らずボクシングとか K-1 とかもうめちゃくちゃ好きなんですよ。で、もともとは相撲に出会う前は実は空手をずっとやってたので、まあ、そっちで行くのかなと思ってたんですけど、ちょっとあまりにも相撲の魅力が衝撃的すぎて乗り換えましたけど、良かったですね。でもまあね、どうですか、生まれ変わったらまた相撲ですかとかって言われますけど、まあ、相撲じゃない格闘技もちょっとやってみたいかなとはね思いますね。膝が良かったらちょっとなんかやってみても良かったかなとか思ったりしますけどね。寝てました？何か今ちょっと、ね、MC 今寝てました？ぼーっとしてて、ね、ファーっとしましたね。ちょっとね、昨日のね、二日酔いで冗談ですよそこをカットしておいてくださいね。他ありませんか？せっかくの機会ですので、ね、でも日頃聞けないことが、ね、あれですか、皆さん結構大相撲はあの場所に来られたりするんですか？結構初めての方いらっしゃいます？会場来られるのとか。あ、初めて、はい、あ、そうなんですね、ありがとうございます、ね、いやちょっと気づくの遅い。違う、こっち見てた、ま、そう、まだ早い時間だしね。どうですか、初めて来られてちょっとまだびっくりな感じですか？そうですよね、ちょっとついていけてないって言ってますよ。ついていけない、こういうもんやって思われたらめちゃ怖いですよ。大丈夫ですか？みんなめっちゃ怖い顔してあげてますよどういうことですか？あ、相撲ってこんな感じなんだとかって、まあね、なってたら、戦う前の顔っていうのはね、皆さんやっぱり怖い顔してもやっぱ取り終えるとね、皆さんこう勝っても負けてもこう全然顔にね穏やかな顔してますんでね、やっぱりね、勝負前の顔はねみんな怖いです。でもまあこうやってなんかこう皆さんの前でお話しすることでもないと、その人どんな人なのかってあんま分からないですよね、正直。だから現役の時だけのイメージでやったらなんかちょっと怖いと思われてますもんね。まあだから引退してこう変わる人もいるよね、なんかいるかもしれないですね。なんか僕わかんないですけど、ずっと怖い言われてましたもんね、現役の時。今でもね、やっぱり怖いっていう声は聞きますよ。なんで？すごい僕に言ってくるんです。よく仲良くやってるねとか、どこなんで怖いのっていう感じで僕は言うんですけど、いや怖くないですよね。あります？怖さなんて。いや、もう慣れましたけどじゃああるんじゃないですか？いや、ないです。あったから慣れたんですよ。ないです。全然そんなことないですけどね。ないです。なんか、トゲな感じ出してることないですけどね、うん、でも思われやすいですよ、まあ、多分だから土俵の上では睨んでたからでしょ。それはだって皆さんそうでしょ、睨んでるじゃないですか。でしょ、だからそのなんかインパクトみたいなのあるんでしょ、やっぱりその時のね。まあでも土俵の姿っていうのはもう人間出ますからね、やっぱり。ああいうね、いくら勝負の時のね、だってヘラヘラ笑って上がってる方がおかしいでしょ、そんな、うん、逆にね、上がる。そうそうですよね。それはあると思いますけど。いや、だからちょっとね、そのイメージがあまりにもなんかちょっと怖いって言われすぎるから、ちょっとなんか柔らかく思ってもらおうと思ってね、この明るいネクタイしてきたりとか。これはね、なんかおしゃれな、あ、聞いてくれます、ネクタイですよね。今振りましたよね、これ。これいいっすよ、このネクタイ。これちょっとどこのブランドなんですか？これすごいですよ。これすごいですよ。めちゃくちゃいいですよ。皆さんも結構多分知ってる方多いと思いますよ。このあ、じゃあちょっと当ててもらいましょう。いやですよ。これ見てください、このネクタイ。どこにあると思いますか？これすごいですよ。これ超いいです。皆さん知ってるお店ですか？あ、知ってると思います。絶対してると思います。利用したことはある？あるんじゃないですかね。結構あるんじゃないですか。買いに行けるんですか？全国ですか？いや、もう品揃えがとにかくすごい。品揃えがすごい。
品揃えがとにかくすごくて、はい、でまあ言ったら例えば明日欲しいなとか思っても全然それもこれ大ヒントじゃないですか、これもしかして分かります、すっごいそれ明日欲しい、今日注文したら明日届くってことですか、注文したらって言ってるしいや大ヒントですよ大ヒントですよ、さっき外会話してたんじゃないですかこういう時ね、結構もねいや来ますよ、名前は分からないかもしれないですよ、今日注文して明日来るもんね、いやそうです、何で頼む、品揃え法、品揃え法大体皆さんは知ってる、大体知ってます、大体知ってます、ご存知ですか、分かります、分かります、どうか分かります、あ、惜しいですね、どこって言いました、アスクル、あー、惜しいな、惜しいですよね、惜しいです、実に惜しいです、実に惜しいですね、結構メジャーですよ、結構メジャーですよね、メジャーですね、結構メジャーですよね、メジャーです、ね、でもなんか、大体なんかえ、これなんか当てたらなんか皆さんにあれなんですか、当てた人にこのネクタイプレゼントとかっていうのはあるでしょ、いるこれいやいやいや、それはもうこんな長いネクタイつけてもどうすんのって話でしょ、いやいやいや、欲しい人おると思いますよ、今日記念に、いや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 、持って帰りたい、いたこんなことないと思いますよ、じゃあちょっとあのネクタイないから代わりにそれ貸しててください、ね、今日、いやいや、それはこれは僕のねネクタイ、それまたいいネクタイしますね、いやいやいや、そんなこれはもう大したことはありませんけどね、あれでしょ、特有のエルメスでしょ、エルメスじゃないですよこれは、今日エルメスじゃないですか、はい、エルメスの率高いでしょ、でそうですね、でエルメスのネクタイばっかりするんですよ、いやらしいでしょ、なんかね、いやいや、もうね、もらいもんばっかりですけどね、だからあのネクタイなんか買うもんちゃうでもらうもんやでとか言ってね、毎日エルメスのネクタイ、そんなエルメスのネクタイプレゼントしてもらえる、いや、そういうふうに思われるからやめてもらいます、いやいやいや、でも現役の時も言ってましたもんね、いや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 、ね、あの時計とカバンは買うもんちゃうもん、いや、もうその代わりね、食事は毎日キャベツばっかり食べてますけど、ね残り3分になりました、皆様、何か。正解言えよってことです。ああ、そうです。絶対。正解はこれ、アマゾンです。アマゾンなんです、これ。思ってありましたよ、多分後ろの。あ、思ってました。もう大体削ってました。だって、いいっすよね、アマゾン。切り刻んで、あの、5センチずつ配っていただいて。ネクタイ、タイピンもついてるんですよね。そう。あ、これはどちらの、これもアマゾンですか。これもアマゾン。アマゾン。アマゾンセット。アマゾンセット。いや。安いっすよ、アマゾン、欲しい方、いやいや、ほんまに、だってこれとなんか色違いのネクタイのセットみたいなやつ2500円でしょ、アマゾン高いっすね、ネクタイ高いネクタイでそんなにするんですか、エルメスつけてる人は2500円、エルメスのネクタイいくらするんですか、いや、もうもらえんのな、出た安いわ、ほんまにいいですね、靴はどこで靴はどこでもうええ聞けたんでしょ、だってもうええって聞けたんですよ、靴これどこで買ってんのかな、こんな靴見たことないですねよしよな、おしゃれですよ、じゃちょっとええ靴履いてるかってな、違うんですよ、これもだから紐ないんですよ、いやどう思いますそれ、いつも現役の時からそうなんですけどなんかちょっと集まった時に何それゆうちゃんええ時計してるやん、ちょっと見せてとか言うんですよ、パッて見たらめっちゃええロレックスかもしれないですよ、いやいやいや、いやらしい、話半分以上に聞いてるほんまに、今日でも見てください、めっちゃええ時計してるわよ、またあと1分になりました何かね、最後残りですから何か喋ってください、いやいや、なんか自由に喋ってください、いやいや、何かっていうか、いや逆、あれこれ今回 MC ね、春日もよかったですけど、僕次、え、10日目ですか、11日目目か、春日山形メインで僕 MC の日もあるんですよ、絶対にちょっといろいろ面白くしよう、いやいやいや、もうね、もう今日のでちょっと、そういうのはもうね、今日のでもう心得たんで、いやいや、もうむちゃむちゃやめてください、いやいや、もう仕掛けてきてるから、いやいやいや、録音してますからね、撮ってますから、あまりなこと言えないですね、 YouTube 用ですから、ね、あ、 YouTube 用ですか、ね、YouTube 用、はい、ではまたどうぞ、最後面白い一発ギャグだと、ほら雑やも振りが面白い一発ギャグをとそういうこと言う、いや、そこでねバッとやるのがやっぱり真の親方じゃないですかね、じゃあちょっとあの勉強させてもらっていいですか、親方、え、あ、もう40分になったなりましたね、ひどい勉強だやばさっきまでと全然違う、いやいやいや、さっきまでと全然違う、ね、こういうね会話もね楽しみつつ、いや、まあでもね、あと残りちょっと、はい、今日からね、またちょっと相撲楽しみにね見ていきましょうよ、はい、ね、どうなるかね、今場所もね、ちなみに誰が優勝するって思いますやっぱり横綱って思いますですよね、まあそうですよね、僕もそう思ってます強すぎる、まあ、強すぎる、御嶽海もね
阿炎もそうです、みんな頑張ってますからね、みんな調子いいですからね。阿炎でも今場所いきそうな感じがしますけど ね、先場所ねちょっと惜しかったけど、あのね勢いありますから。お、ね、勢いが言うんだから間違いないですよ。もうこれで締まりましたよね、完全にね。お後がよろしいようですよ。よろしいようで、はい、締めてくれるかな、はい、MC。 わかりました。それではいいんですか、もう締めさせていただいて、ね、いいですか。じゃあ本日は皆さんありがとうございました。すいません、ありがとうございました。銀座浜親方でした。元関脇琴勇輝の銀座浜親方でした。ありがとうございました。ありがとうございます。いただければと思います。これをもちまして本日の第一トークイベントを終了といたします。ありがとうございます。それでは君ヶ浜親方、春日山親方が開場されますので、もう一度拍手でお送りいただければ。ありがとうございました。じゃあ引き続きお楽しみください。